今回は、八戸に逃亡していた時に行ってきた、前畑駅の動画です。この駅は2023年3月18日に、幕張豊砂、新綱島と共に開業した新駅で、幕張豊砂と同様にイオンモールが主体となった、JR 田沢湖線新駅誘致実現推進会による西岸駅で、建設に関わる全ての費用を盛岡市が実施し、その一部に当たる額を、イオンモールが盛岡市に寄付しています。この地区は5月新設予定の、盛岡 IC カードエリアへ組み込まれるようですが、その割には管理スイカ改札機の土台すらありません。運賃道の方に IC カード対応予定の印がないのは、現在地としての意味合いなのか、はたまたこの駅が対象外なのか。電車であってほしいですね。駅の構造は防線ホームの一面一線で、付近の配線はそのままな模様。新幹線も通過する駅なので、ホームを見学するときは注意が必要です。静止一目等が4両編成までなので、ホームの長さは90メートルくらいでしょうか。そういえばこの駅には券売機がなかったのですが、長縄城などと同様入場券はないのでしょうか。記念の品としてはちょうどいいのですが、2両編成の静止一目等の場所を見るに、この駅では中央を揃えて止めるんですね。入り口がちょうど真ん中にあるからでしょうか。もともと盛岡大釜間は、6キロほど離れていたのですが、今回の駅設置で盛岡から 3.4 キロ、大釜まで 2.6 キロになり、地方都市の市街地区間であることを考えると、普通なのではと思える距離になりました。新幹線が通るといっても市街地で6キロ駅がないのが、そもそもおかしかったのかもしれませんが。小さな駅なのでこんなところでしょうか。ではまたいつか。